ました。前振りが長くなりましたが、それでは幕を開けてまいりたいと思います。三陸芸能大発見サミットの始まりは威勢のいい大槌町の虎舞です。大槌町では1990年に郷土芸能保存団体連合会が作られまして、その時に町内で虎舞を継承する4つの団体が虎舞部会として協議会の活動を始めたそうです。東日本大震災では全ての虎舞団体が被災し、団体のお仲間、装束や道具を失いました。そんな中で協議会の皆さんが団体の枠を超え助け合いながら虎舞を継承してまいりました。はい、大槌町の虎舞ですが、なんと2011年東日本大震災がありましたが、その直後の4月の17日に、流出免れました獅子頭とか、そういった道具類などをかき集めて、再開をしたそうです。その時の大槌町の皆さんの、心に巨大したものは何だったんだろうか、そういった部分を想像しながら、ご覧いただきたいと思います。三陸地方に、特別に虎舞が伝わっていますけれども、そういった虎の勇猛な動き、笹をはむ生命力をぜひ、ご注目いただきたいと思います。遊び虎、羽虎、笹ばみ、そして最後におめでたい南部俵積み歌、と展開してまいります。それでは大槌町の虎舞協議会の皆さん、踊れ三陸。Thank you.
Thank you.
Thank you.
皆さんの近くにあの虎も近づいていったと思うんですけれども、足元にですね、もし笹が落ちていたならば、どうぞ拾ってお財布に入れていただければ金運に恵まれるということもありますので、いっぱい拾っていってください。で、最後に、手踊りをご紹介しますけれども、八戸の皆さんには、南部八戸の皆さんには大変ゆかりの深い民謡、南部俵積歌、これをお祭り風にアレンジしたものを、ご覧いただくわけですけれども、大変めでたい、座敷踊りであります。めでたいんですけれども、今本当にあの日本全国で災害が頻発しております。1月には能登の震災で、この間はあの大雨もありまして、能登も新たな被害に見舞われております。我々やはり東日本大震災で甚大なる被害を受けた、被災地大槌に住む者として、また全国の皆さんに支援を受けた、立場から能登の復興に我々も力を貸したい、そういうふうに思っております。我々の虎舞をやっている仲間もですね、今能登の方で仮設住宅の建設も終わり、今解体作業に従事している仲間もおります。まあ、能登の被災地に住む皆さんに向けてのエール、そして我々の仲間に向けてのエールも込めて、この俵積舞、皆さんにご披露したいと思います。で、今日はですね、今こう私あのマイクを持っているんですけれども、これです、拡声器。これ三フェスのリクエストでお祭り気分を出してくれということで、この今から拡声器を使ってですね、このマイクを使って歌を披露したいと思いますので、どうぞ皆さん最後までよろしくお願いいたします。
この虎の舞で、幕開けにふさわしい